皆さんこんにちは、ナレーターのゆうしんです。タンク、DPS、サポートのロールの中でタンクとサポートにはメインとサブの概念がありますが、 DPS にも実はメインとサブの概念があるのは知っていますか？今回は前からあったメインとサブの DPS の概念ではなく、チャンネル主のポテトさんが考えた現環境のランクでの比較的信頼できるであろうメイン DPS とサブ DPS について話していこうと思います。今回の動画構成としては、前からある DPS のメインサブとは、ポテトさんが提唱するメインサブ DPS の目的と内容、現関係との関係性、この3つに分けて話していこうと思います。面白かったり参考になったら高評価やチャンネル登録お願いします。DPS のメインやサブはタンクやサポートと比べて聞いたことがない方も多いとは思いますが、前からあるメイン DPS とサブ DPS とはこの画像に書かれているような内容になります。簡潔に説明すると、弾がすぐ敵に当たるか弾速があるかの分け方になります。この理論のメイン DPS はエイムがある程度あればダメージもある程度保証され、サブ DPS もある程度のエイムがあればプロジェクタイルという性質上、どの距離でも火力を出すことができるキャラクターが固まっています。ただ一部のキャラクターがメインとサブに分類されておらず、そもそも提唱する理論として完成されていない問題があるように感じられました。これはおそらくオーバーウォッチ2ではなく、オーバーウォッチ1の時代に作られた理論や考え方が大きく関係しているからかと考えています。今あるメイン DPS、サブ DPS の概念を説明したところで、次はポテトさんの考えたメイン DPS、サブ DPS の考え方を話していこうと思います。ポテトさんの考える DPS の分け方とは、言い方を変えればタンク DPS とディール DPS に分けられます。タンク DPS がタンクと共に前線やエリアを守り、ディール DPS はエリアを取りやすくするための動きや前線の負担を減らす動きをする。超簡潔に説明すると、硬いのがタンク DPS で攻撃力が高いのがディール DPS です。従来の DPS は火力の出し方にフォーカスが当てられていましたが、今回ポテトさんが提唱する DPS はエリアに関係する概念になります。このタンク DPS とディール DPS ができた経緯ですが、オーバーウォッチ1からオーバーウォッチ2になったことで、タンクが1人になり、前線での負担と責任が全部タンクに降りかかるようになりました。タンクからすると、敵の攻勢に対して動きを変えたり、サポートのヒール量や動きに合わせて自分の立ち回りを変えることになるので、やることがかなり多くなりました。この負担を軽減するためにメイン DPS であるタンク DPS の存在があります。敵のタンクに圧力をかけたり、前線の負担を減らすためのメイや、敵の DPS から仲間を守るキャスディがタンク的な動きを担います。ただタンク DPS を出しているだけだと敵への火力が低く圧力が足りない状態になります。そのためにサブ DPS であるディール DPS を出して圧力をかけます。サポートや DPS に圧力をかけ、前線への負担を減らしたり、低コストのウルトでワンピックを狙えるトレーサー、浮いたコマをアサシンしたり、ウルトによるコピーで戦況に応じた選択ができるエコー、ディール DPS こそ皆さんの考えている DPS に近いと思いますが、ディール DPS を2体出すと仲間を守るヒーローがいなくなり、前線が崩壊しやすくなります。マクロ的なキャリーをするならタンク DPS になり、ミクロ的なキャリーをするなら DPS になるとも言えますね。今回は従来のメイン DPS とサブ DPS とはまた違うタンク DPS とディール DPS について話していきました。タンクとディール、どちらでも初戦者でも使いやすいキャラクターが含まれているので、試合でやってみて感想をコメントしてもらえばと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。